スタートしました。ちょっとダノンヨーヨー出しがつきません。後方からです。先行争い、まず内からシルポートです。やはりシルポートが花を主張しました。すんなりと先手を取りまして、リアルインパクト2番手の位置並んでいます。外目からジョーカプチーノ、この2頭並びかけるようにして3番手の位置、あとはビービーガルダン、ビューティーフラッシュ、内からクレバー投手を好意の一角、コスモセンサー、さらにはアパパネが好意のインコースを追走していきます。差がなくリディル、外からは差を詰めたリーチザクランの体勢、3コーナーをカーブしていきます。あとは中段から後ろにかけましてシルクアーネスト、内からは1番のストロングリターンが続いていって、外はライブコンサート、あとは中段後ろの位置3番のスマイルジャック追走していきます。 3,4 コーナー中間、サンカルロ、サムザップ、ダノンヨーヨー、追っつけて後方2投目、最後方がエーシンフォワード、4コーナーカーブに入っています。先頭はシルポートです。軽快に飛ばしてリードは1馬身、ジョーカプチーノ2番手の位置に上がりました。3番手リアルインパクト、外からリーチザクラウン接近、4コーナーカーブから直線コースに入りました。さあ先頭はシルポートだ、逃げるシルポート、ジョーカプチーノ2番手、3番手リアルインパクト、追ってくるのはコスモセンサー、そして外からサンカルロ追ってきました。サンカルロ内を狙ってクレバー投手を、アパパネが間から、内から4投目、アパパネが追ってきました。サンカルロ持ってくる、さあ先頭はシルポートに変わって、今度はリアルインパクトが、リアルインパクト、ジョーカプチーノ、アパパネ間からストロングリターン、クレバー投手追ってきた。そして外からはスマイルジャックが追い込んでくる。リアルインパクト、スマイルジャック、ストロングリターン、広がった台数はストロングリターン、ストロングリターン、リアルインパクト並んでゴールイン。リアルインパクト残したか。